もっといろんな、ね、趣味とかね売れていくためには見つけなきゃダメですよね。まあ確かにそれはそうですね。そうですよ。でもねやっぱ何が流行ってるかって考えるとね、うん、アニメが流行ってますね。まあ確かにアニメ深夜とかでもたくさん流れてるもんね。そうなんですよ、だからね思ったんですけど僕ねオリジナルのアニメを考えたんです。あ、オリジナルのアニメ例えばこれ当たったらでかいですから。おお。ただ今ね考えてるのはね学園もの。あ、学園ものとかね若い子とか好きかもしれない。そうそうそう、もしかして当たったらでかいかもしれない。かっこいい主人公のやつ、うん、主人公かっこいいの出てくるのね。あ、なんか入れそうじゃんこれ主人公。かっこいいかっこいい。ちょっと古いけどね、うん、いやおいらタク太ってんなあの声がさ太ってんのよ。あ、声が違うのか。なんかかっこいい主人公っつったらかっこいい主人公爽やかなイメージ。太ったらあんま人気出ないから。いや、そう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 、その子その子その子、うん、いやおいらタクタクかっこいいじゃないよ。学校では野球サッカーバンドを掛け持つスーパー高校生。あ、かっこいい、人気出そうだね。なんかねポジションは、うん、キャッチャーキーパードラム。太ってんなキャッチャーキーパードラムってさデブの大三角形って言われてんのよ。めちゃくちゃ太ってんのよ。今日も他校の生徒と大喧嘩。あ、ヤンキーものね。武器の用意だ。ああ、随分荒くれてるね。コンボ、ハンマー、鉄球。太ってんなデブが使いそうな打撃系のやつばっかじゃないかそれ。たまたまだって太ってるわけないじゃん。太ってない、ちゃんと聞いてて。聞いてんの。いや、おいらタク、うん、南郷タク、うん、南郷タクって聞いてねえかこれ名前が南郷タクって聞いてる。太ってそうなんだよなこいつ。この春スタート、うん、満腹高校おかわり部。クソデブじゃねえかよタイトルがクソデブなんだよ。次回も絶対見てくれよな。見るわけねえだろこんなもん。綱引きの後ろは俺が持つ。デブじゃんあれ。デブがぐるぐる巻きにして最後後ろ綱引き、あれしか役立たねえんだよ。かっこいいの。かっこいいの頼むよ。他にも考えてる。何よ。バンドものね。バンドもの絶対かっこいい、ね、バンドものはもうすでにかっこいいから。まあ確かにかっこいい。お、かっこいい。声頼むよ、声。いや、お、よかった。おいらみちる。みちる、いいじゃない。胃の中みちる。うん、胃の中みちるってねえかぞ満腹って意味だからな、それ。胃の中みちるもう太りそうだぞ。音楽家だったじいちゃん家の屋根裏で見つけた伝説の楽器。あ、ドラム以外頼むぞ。うん、これが伝説のウクレレか。危ねえじゃねえか、もうウクレレはリーチだよ、もう危ないよ。ひとたび鳴らすと、着ていたアロハが光り出す。アウトだよ、もうウクレレにアロハを決定だよ、デブ。もうみんな、うん、怖いバンドやろうぜ。あ、声もうめっちゃ太っちゃったじゃん。もう武道館、うん、目指そうぜ。ああほらえ、何の話。友達もデブじゃん、もうデブ界隈しかいないじゃん、もう。何こんな時間に。え、なあ、うん、武道館目指そうぜ。あ、分かったよ、もう。武道パン言ってねえんだこと。武道パンなんか言ってねえよ誰も。なんで武道パン目指すの。武道館っつったんだよ。武道館パンじゃねえよ。みんなで行く武道パンって何。意味が分かんないよ。武道館だよ。そう武道パンでしょ。うるせえんだよ、もう。武道館カン。そうパンなんだよカンカンパンパン。じゃあもう武道パンでいいよ次回も絶対見てくれよ。終わりかこれ超つまんねえじゃねえかこのアニメ。この春スタート満腹高校軽音部。あの高校じゃねえかよ。おかわり部のあるあの高校じゃないか満腹高校ってよ。この春満腹高校軽音部が映画になったよ。いや誰も見ないから映画かなんか。劇場版満腹高校軽音部。見ない武道版 VS 武道館。いつまで言ってんだよそれ劇場化してやることじゃねえだろ。この映画の前売り券ご購入の方全員に、うん、この映画の当日券をプレゼント。いらねえよなんで2回強制的に見せられなきゃいけねえんだよ。絶対見てくれよ。見るわけねえだろうがよ。ビュー、うん、武道パン勝つよ。言うんじゃねえよそういうことなんて言うんだよてめえ最後のさ予告でよ。人気出るだろこれだったら。出るわけねえだろっつってんだよ。じゃあこれはどう。冒険者。オリジナル頼む。オリジナルかっこいい冒険者。これは当たると冒険者ね。麦わらかぶって、うん、仲間と共にお宝探しに出発だ。ちょっと聞いたことあるんだよな。なんかあるだろそれ海賊の。世界一のバイキングに、うん、俺は行く、うん、食い放題言ってんじゃねえかよバイキング行っちゃダメなんだよ。海賊コロッケとんかつとんかつエビフライ揚げ物ばっかじゃねえかこいつ。揚げたてのありたけのみたいに言うなよありたけのだろそれ。揚げたての揚げたてのじゃないんだよ。揚げたてのいやキーは知らないキーは知らないよ。キーはゴムゴムのだからそれもウエスト太ってるからだよ。ゴムのウエストしか開けないんで太ってるから。この春スタートアニメワンプレートワンピース見てるじゃねえかよ。